喧嘩なる、喧嘩なる、喧嘩なるよ。努力してだよ。今回は糸ちゃんのドラゴンやで。これやばな。オッケー、みんなで協力しよう。オッケー。これ感動するよね。ちょっと泣きそう。カエルの子はカエル。ピョン。はい、集合。はい。せーの。カエルの子はカエル。今日カエルタマです。カエルイトです。チャンネル登録お願いします。今日ははい、ということでね、はい、最近、はい、兄弟喧嘩多くないですか？多い。多い。もめるやん。すぐね、喧嘩するんこの頃。ほんとちょっと多いわ。いや、マジで。多いんや、最近。喧嘩多い、この頃。マジで。イトちゃんのやったけやで。悔しいの？調べたところ、はい、エニシ君もヒトちゃんも、うん、中間反抗期というものでね突入されてるということで。そうな、 あるんや反抗期もう来ちゃった。あるんだって。なんかその中間反抗期の特徴として口答えする、あ、する反抗的な態度を取ったりする。だるだる。何でも自分でやりたがる。やりたがる。注意されても聞かない。聞かん。親よりも友達を優先するようになってくる。それや。ほんまそれ。ごめんなさい。ごめんなさい。パパちょっと寂しいよね。ね、すいません。まあ、やけんね、あの仲がいい時もあるけど、うん、最近ちょっと喧嘩が多いなと思って。確かにな。週末も家の中いてもなんかもうそれぞれのことをしてんのよ最近。ゲームやったりこっちでね。おにぎり、あ、なんかお人形で遊んだりみたいな、いろいろね、ある。今日は家族みんなでね、楽しめたらいいなと思って今集合かけたんですけども、本日の企画は2つのミッションをクリアして家族の絆を深めよう。いや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 、おかしいやん。ということでね、クリスマスももう近いので、あの気になっていたおもちゃのね紹介も兼ねてこちらで遊びたいと思います。せーの、チェインレンサーチェインドラゴンデラックス。すごすごいやろ。お、気になる。気になる。気になるでしょ。何これ。これがどうなるかは作ってのお楽しみということで、早速遊んでいきましょう。じゃあ早速ですが、中身気になるやろ。気になる。開けていきましょう。せーの、オープン。すごっ。おお。何これ、カード？そうそう、このカードがね、たくさん入っとって、それ繋げていくらしいね。これが道になるんよ。そうそうそう。あ、そのそう。で、コースどんどん作っていって、うん、あ、これ楽しみ。ええー、面白そう。ちなみにね、うん、このチェインレンサーシリーズで、うん、初の生き物、今回ドラゴン。ドラゴン、へぇーやつらしいんでね。そうなんや。早速じゃあ説明書、こちらね。はいはい。こちら、説明書とシールが入ってるんで、うん、読んでから貼っていきましょう。オッケー、行こう行こう。はい、ということでシール貼り終えました。じゃじゃじゃん。セット内容はこちらになるんですけども、うん、まだこれがどうなるかはお楽しみに。気になる。ということで第一ミッションを発表したいと思います。はい。チェインレンサーチェインドラゴンデラックスは道の組み合わせを変えると、うん、パッケージの裏にある3パターンのドラゴンが作れるようになってるので、一人ヒトドラゴン担当して協力して完成させてください。協力してだよ。まずね、1個目のドラゴンはブーストドラゴンロードっていうのを作りたいと思います。糸ちゃんにやってもらうんですけども、はい、どんな感じになるのかを一回試しに作ってもらおうかなと思います。はい、OK。ここに書いてある番号まで、ここに映せませんが、図案化してるんで、みんなが。ハッキーなんだ。俺は幼稚園ちゃん、俺は表ちゃん。
そうやな。こことここを刺すだけでいい、組み合わせるとき。どんななると思う？知らない。楽しみ？いとちゃんやってね。これ一応いとちゃん担当やからね。いとちゃん担当やから。そうそう。さあさあ。これ、本当に、後で詳しい説明しますが、まずは一回ね、視聴者さんも一緒に見てもらって、いいんじゃん？協力するんで、協力し合うんで、そういうとこやで。ねえねえ、私がやるの。できた？じゃあこれはガシャンって。あれ？うん、違う！全部逆。こっち、あの何？進行方向。うん、ゴール。ちょっと何もなくして。一番のところに、なんか出てるやろ。押すとじゃあこれがスタート。すげーすげー。ピコーン。これは何？アトラクション。これはドラゴンの足に。はー、そういうこと。そう、そう、違う。やりたがるな、よ、3人やる。最後には絆が深まってるんでしょ。今回はイトちゃんのドラゴンやで。隙間がないかチェックしてください。隙間はないですか？隙間はないですか？はい、オッケー。いい。はい、じゃあイトちゃんどっち行く？うん、どっち行こうか。行くよ、イトちゃんのブーストドラゴンロード。せーの、ケイン、ゴー！うわぁ！ピンゴー！すげー！ゴー！ゴー！ゴー！すげー！ゴー！すげー！開いたねー！やば！やば！ドラゴンになったのでガチでガチでこれやばない？すごいやけど、ちょっとエミちゃん、エミシすげえ顔しとった。エミシがマジドラゴンみたいな顔しとったで、ほんとびっくりしすぎてから道がすごかったよ。イトちゃんどうやった？すごい、すごいよね。次、エミシくんのトルネードドラゴンロード行きましょう。行っちゃおう。エリ君作る前に一旦セット内容の説明をここで入れたいと思います。はい、まずね、走っていたこちらがチェインカーと言います。このカード型のものをロードと言いますが、道やな。爆発的な力を与えるチェインレンサーっていうのと、はい、変形しないストレートロードの2種類あります。なるほど、うん、変形するやつと変形しないやつがある。そうそうそう、簡単に言うとそう。ゴールの種類も2セット入ってて、このゴールが、このゴール側に立ててみて倒すとか、これはね、タワーにもできるんよ。ハンドラゴールと言います。ギミックが面白そうやけ。これはミッション2で明かしたいと思いますが、ちょっとね、仕掛けがあるんで最後まで動画見てお楽しみにしといてください。さあ、じゃあ、はい、エリシ君の、うん、トルネードドラゴンロード、うん、みんなで協力して作ってください。すごいな、それ楽しみやろ。早く走らせたいよ。はい、行こう。ガシャンって出んのよ、これ。あ、ほう。水吸うとガシャンってこれがガンってなる。カーブに使う。ガガンって。うん、よし。遊びまくってたらできないよ。今何やっとんの？糸ちゃん、今ヨーグルト食べよう。そうだよ。絆深めてな、ほんまに。おっとっとっと、はにゃろ、はにゃ。ほんで、そうだ、多分糸、思いついたかも。よーし、できました。じゃあスタンバイ。はい、ということで、エニシ君のトルネードドラゴンロード、ゲインゴー！いったー！おー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 、いったー！いいよ。おーおーわー！
しな。達成感みたいなのがある。はい、じゃあパパ、ラスト、やばー。めちゃくちゃ長い。パパに協力してね、みんな。オッケー、みんなで協力しよう。オッケー。担当終わりは、担当割りは、はい、僕が番号言って、うん、ゆくちゃんが取ってくれるんで、で、一個一個稼働を助けめに。めちゃくちゃ長いけんね、今回相当楽しいよ。はい、そうしましょうか。はい、お願いします。サンキュー。オッケー、完成。完成です。よし。はい、ということで、サンダードラゴンロードいきます。チャリーン、ゴーゴー。うわおー、わおー、いったー、いやー、いけー、いったー。やべー、ちょっと泣きそう。めっちゃかっこいいね。作ったやつが行くとめちゃくちゃ嬉しい。ズバ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 、すごくない？あ、最後この顔よ。めっちゃかっこいい。はい、ということで第一ミッションクリア。次のミッションに行きます。それでは、はい、最後のミッションです。はい、こちらのスターターセットプラスオメガとスターターセットデラックスを先ほどのね、うん、チェインドラゴンデラックスと組み合わせて、お、3人で協力して、うん、巨大なドラゴンを作ってください。よいしょ、行こう、マイキング。はい、ということで並べてみました。すごいな。今回は巨大ドラゴンができた後、うん、こちらのパンドラゴールの、あ、謎をね、解きたいと思います。これも、あ、最後まで思い話かな。はい、それでは、レッツメイキンスタート。イエー、お、やばいやろ、いろんなのが、新しいギミックが入ったから。やば、うーん、こうやって単品でも買えるんでね。ちなみに今のはスピンロードっていうやつです。今のところね、それぞれがそれぞれの作業しているだけ。じゃあ、この辺ここ任せて。オッケー。2人でしょんの、うん、すごいな、兄弟が生まれてるな、今。よいしょ。エニートは2人でしよるよ。いや、俺は今その、もらったやつを、パパをさ、いや、いいよ、パパもう、あれに、パパさんによって、うん、じゃあ、合体するところで教えてください。それでは、はい、合体しました。おい、3人の傑作です。せーの、じゃーん。あれ、何か見えませんか。ここハート作った。そう、ここがなんとドラゴンハートソースができました。これね、二人の息をぴったりにしないと、うん、このお宝、うん、ゲットできる。パンドラゴールが開かない。いや、今もこれお宝になってます。二人がね、スタートが2箇所です。ここと、はい、はい、ここに、はい、ありがとうございます。で、ゴールがここね。そう、オッケー。じゃあやるよ。それでは、運命のお時間、ドラゴンハートロード、ショー、イエー、チェインゴー、いけー、頑張れGo!
ちょっと感動してます。言うて感動してます。ちなみにこちらパンドラゴールですけども、これはどういったギミックかというのを、井戸ちゃんの方がポンと開きます、当たります、はい、そしてイニシ君のねロングが当たった時にやった一人はみんなのために、みんなは一人のためにと絆がないとできがたけんね、このゴールはねえ、最高ね、ハートに花が咲いたようになってますんで ね最高よ、本当にすごいいっぱいギミックあって楽しかったね。楽しかった、ハートのドラゴン、ハートのドラゴン、ハートのドラゴンや、ほんまやできましたね。ということで、2つのミッションクリア。はい、ということで今日やってみてみんなどうでしたか。やばかったね、めっちゃおもろかったな、マジで、うん、徐々に家族の絆が深まっていく感が、これからもまたこうやってね、うん、家族で遊ぶ時間をね増やしていきたいなと思いました、うん、はい、はい、ということで、こちらのチェインレンサー、うん、本当に楽しかったんで、クリスマスや年末年始に家族で遊んだり、またお友達のプレゼントとかにも参考になれればなと思います。ということでね、気になった方は概要欄からぜひチェックしてください。よろしくね。またやりたい。またやろうな。おじゃれ、バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。こちら、おすすめの動画はこちら。それでは SNS も登録して